皆さんこんにちは、おきゃなです。今日はラットプルダウンの使い方について説明をしていきたいと思います。多分ね、最初どうやって使ったらいいんだろうって分かんない人も多いと思うんですけど、ポイントさえつかめばちゃんとできるようになるので、ぜひこちらを見て一緒にトレーニングをしていきましょう。で、今回はこのパワーグリップを使っていくんですけど、別にあってもなくてもどちらでも大丈夫です。もし欲しい方は概要欄の URL に楽天ルームの URL 貼っとくので、そちらで見ていただけたらなと思います。それではやっていきたいと思います。はい、それではまずストレッチですね。いろんな方向、上に伸ばしたりとか下から伸ばしたりとか、いろんな方向から背中をちょっとほぐすイメージで15秒程度行ってください。はい、それではまず左右均等に握って座っていくんですが、座り方ですね、骨盤を前傾にして座っていきましょう。猫背ではなくってお尻をプリッと前傾にしていきます。ここから動作を行っていくのですが、目線は斜め上、胸も斜め上にずっとキープをして行っていきましょう。そして肩甲骨を下げたまま動作を行っていきます。肘を斜め下に、自分のお尻に向かって引くようなイメージですね。ちょっと肩甲骨の下げ方については後で解説をしていきます。はい、この時ですが、下ろす位置は鎖骨もしくは鎖骨よりも少し下をおすすめします。肩甲骨をね、寄せるのが得意な人はいいんですけど、私とかもちょっと苦手なので、あんまり上の方に下ろしてしまうと僧帽筋が入っちゃうんですね。なのでもうほぼ胸の方に向かって下ろすことによって、私は僧帽筋に入れずに肩甲骨をきちんと寄せるという動作を行うことができます。で、肘ですが、弧を描く、半円を描くように遠くから中心に向かって引くイメージで行っていきます。肘を引くイメージですね。もちろん肩は下げたままですよ。あ、今言いましたか？これです、これこれ。肩を落とす。もう一回いきましょう。肩を落とす。これです。これで動作を行っていきます。肩を落としたままやれば、最初はね、慣れなくても絶対分かるようになるんで、背中トレーニング苦手な人はまず肩を落とすという意識をしてみてください。ここから肘は斜め後ろです。そのまま真下に引いてしまうと胸と腕のトレーニングになってしまうので気をつけてください。はい、ここから応用編です。持ち手が変わってるの分かりますかね。スコップみたいな形なんですけど、これはね、すごく背中に入れやすいので、個人的には、なのでもしさっきの持ち手がやりづらいよっていう方はこれでやってみてください。で、この時もしっかりと深く握って、同じです、肩を落としたままずっと動作を行っていきます。この時も肘は弧を描くように、半円を描くように、最後は肩甲骨に向かって寄せていきましょう。腕で引くというよりは肘を引くイメージですね。はい、次は V バーです。 V バーのメリットは肩甲骨を寄せやすいイメージなんですけど、これはね、ちょっとコントロールがもしかしたら難しくて腕に入れちゃう人が多いかもしれないので、無理にやらなくて全然大丈夫です。さっきの2種目を極めるとかの方がいいかもしれないですね。可能な人はこれもやってみてください。肩甲骨の下の方に効きます。はい、で、そのさっき肩を落とすっていうことをお話ししたんですけれども、これね、トレーニングする前に皆さん絶対にやってほしいです。こういう風に肩を落とす、肩甲骨を動かすっていうトレーニングですね。これウォーミングアップのようなものなので、肩甲骨を、これ動いてるの分かりますか？そう、腕で引くのではなくて肩甲骨を上げて下げるっていう動作を練習で慣れてきたら、高速高速、そうで、そのまま引くだけなんですよ。こういう風に、そう、肩を落として後から腕がついてくる、肩甲骨先、腕が後です。これね、腕が先になっちゃうと腕に効いちゃうので気をつけましょう。お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。今日はラットプルダウンの使い方について解説をしました。一
一つ一つね、もう極めていくぞっていう気持ちでやる方が絶対に上達もするので、ぜひ諦めずにチャレンジをしてみてください。この動画が良かった方、グッドボタンお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。